どうも、後藤輝樹です。じじいになっても、ババアになっても、いくつになっても、ガキのまんまっていう動画です。そういう動画を今撮ろうと思ってます。まあ、さっきもね、同じような動画上げたんだけどさ、まあ、基本的にさ、まあ、お父さんお母さんもそうだけど、すげえ大人だって思うかもしれないけど、ガキなんだよ、まだ。じじいもババアもガキなんだよ。普通にさ、タバコ吸ってさ、ポイ捨てするじじいとか普通にいるし、でもクソじじいだろそんなん。でもそんなんなんだよ、大人って。だってお父さんお母さんってお前が生まれるまでは、ガキだったわけだから。お父さんお母さんじゃなかった。男の人、女の人だったわけじゃんか。生まれた瞬間お父さんお母さんになって、そっからスタートじゃんか。お父さんお母さんとお前の年齢は一緒なんだよ。0歳スタート。お父さんに生まれたのとお前が生まれたの一緒。お母さんが生まれたのとお前が生まれたの一緒。そっから誕生してんだから。同じなんだよ。だけど俺たちってさ、大人とか偉い人とかさ、年上の人見るとさ、なんか、自分よりすごいとか思いがちじゃんか。でもそんなことないんだよ。だから大人になってるやつ、並ぶやつ、成熟、早熟のやつはさ、もう子供の頃からもう、大人だしさ、もうガキのやつは、いくつになってもガキなんだよ。俺なんて、今はこんなんだけど、もう子供の頃は逆に大人だった。大人、困っちゃくれた大人見たガキ。だって、俺もう17歳で止まってんだから、生まれた時からもう17歳ぐらいなんだよ。俺からしたら。だから、あんまり、なんか、相手は上だからとか下だとか、そんな関係ない。自分のね、ちゃんと意識持って、自分の頭を持って、相手が上の立場だろうか、下の立場だろうか、俺はもう変わんねえから、基本的に。逆にね、俺は下の立場の方がちょっと低姿勢になりがち。上だったらさ、ガンガン強くいけんじゃん。下だったらいけないんだよ、俺の場合。なんか悪いな、かわいそうだなと思っちゃうから。弱者に優しいから。上の立場だったらさ、ガンガンいけるわけ。おい、こら、みたいな。倒しがいがあんじゃんか。まあ、俺はまあそんな感じなんだけど、だからまあ、要は別に、ね、じじいばばも、お父さんお母さんも、子供だよと。俺たちあんま変わんないよと。そんなもんだよ、人間と。まあ、そういうふうに思えばね、ちょっとね、気が楽になったりも。すると思うし、あんまりお父さんお母さんとかね、親なんだからとか、そういうふうに、じじいばばあなんだからとか、そういうふうに思わなくても済むし、同じなんだよということで、何かの参考に気づきになれば幸いです。後藤輝樹より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。